I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramon Salazar, the 8th castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never! Got that right. We'll find a cure. はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザード4をやってまいりましょう。今回ね、ちょっとね、ちょっとあれ、実は皆さん、20歳っていうね、衝撃的な事実があるんですけど、まあどう見てもね、20歳には見えないおっさん。だよね、まあ声だけは20歳なのかもしれないけどね、っていうやつをぶちのめすために今から、城を駆け巡ってまいりたいと思います。まあそんなこんな話はどうでもよくって、でもこれを行こうと思ってる、ドゥ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 チーンってなるんで、今からね、ちょっとね、お城を散策させていただこうと思います。で、いつも思うんですよ。なんかね、こういうお城とかさ、なんかね、あるじゃん。まあ、村の一個一個の部屋とかは、その比較的、ああ、生活感あるなとかって思うんですけど、このね、お城系で、いつも思うんですよね。そのバイオとかに出てくる。まあ、バイオに限らないのかな。こういう、なんだろうな、そのアクション系のゲームとかに出てくる、こういうやつらって、どう考えてもその住むための城じゃないよなってかって思うよね、ことがいっぱいあったりするんですよね。だから、本当これ何を思ってこう設計されてるのかなと思ったりするんですけど、まあ、皆さんどうなんだからね。まあ、ルイスのね、先ほどルイスがこの城に入ったんだって、うん、合衆国の二人もほっとけない。合衆国の二人。アシュリーのことか。うん。まあ、サンプルね。サンプルイズゲッツ。I got it とか、うん、とか言ってるけど、ラモン・サラザールってね。サラザールね。前のパートでも話したかもしんないけどね。デッドマン・テンのテーズに出てくるね。パイレーツ・オブ・カリビアンのサラザールかっこいいんだけどね。うん、まあ、あれも、まあでも確かにちょっと間抜けっちゃ間抜けなのかもしんないけどね。どうでもいい話だけど、パイレーツ・オブ・カリビアン4の生命の、命の泉か生命の泉やったっけな、どっちだったっけな、どう読むんだったっけな、忘れたけど、出てくる、アンミカじゃなくって、アンジェリーナ・ジョリーじゃなくて、まあまあ女海賊がいるじゃないですか。名前忘れちゃったけど、に出てくる人のスペイン人と、実はラモン、今回キャプテン・サラザールのキャラの人って、実は現実世界で夫婦なんですよね。僕の記憶だと最後夫婦だった。今もしかしたら離婚してたらちょっとあれなんですけど、うん。ということで、まあそんなことはどうでもよくって、じゃあ今からね、変態縛られプレイをやられている方とね、キャッキャウフフをやりたいと思います。うん。今ちょっとあれだね、多分、なんだっけ、グリーンハーバー取れないから、そのまま進んでいくしかないよね。で、こいつね、なんか強いようで弱いようでよくわかんないんだよね。なんでこうなってるのっていう話だよね。こう餌の時間ですよーとかっていうの、これで目覚めたのかな。うぇーってね。でね、これがね、またね、ちょっとうまく操作できるかなんだよな。ゆっくりゆっくり歩いてきてるんでね。なんか今すごい荒ぶったよね。なんかぐわっとスライドした気がしたけど、なんかすごいくるくる回る。うわ、やばいやばい。来るか。おお、こっち来て来て来て。あ、ちょっとじゃない。走ってたべ。やっちまった。いてて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 て。あ、回復しておかないといけないですね。OK。走り去ってったけど。ちょっちゃき。ほい。OK。これでもあれだね。あえて苦しんでる間は、ダメージ食らわないんだね。食らってるんだろうけど、その、受けた素振りは見せないんだね。ちょっとどこ行くんだろう。うん。なんかボス戦特有のその、なんかムービーとかもなくいきなり始まるからね。このデルラゴとかさ、村長みたいなさ、そんな感じじゃないもんね。OK。もう一発。なんだなんだなんだ今の動き。バッツ。あれだね、名探偵コナンで運命のルーレットが回り始めたってそんな感じだったよね。危ない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 。じゃあなんかブルン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 してくれてるんで、あっちかーんと、あれ行くかな。あ、そっち。ああ、そう。
まあまあいいんですけどね、いいんですけどね。オッケーオッケーオッケー、上手上手、うまくいってるわ。あ、すごいなんかあのアイススケートするね。ほら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 。なんか一人フィギュアスケートやってるんだよね。まあ、まあフィギュアスケートは一人でやるのか。アイススケートじゃないもんね。あ、やばい、こっち来るか。こっち来そうだね。オッケー。じゃあ引きつけて、避けて。はい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 。じゃああっちをカーンと鳴らしといて。で、やばい。ああ、ちょ、来ないわ。オッケーオッケー。本来は成功法はね、あれをやるんですけど、なんかうまいこといかないね。すごいくるくる回るね。あー、ほら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 。ほんとわけわからないってなってるね。あ、あれ刺さってんの？へぇー。鍵爪だからか、器用だよね。オッケー。あ、まだ死なねえのか。長えな。やばいやばい。やばい。こっち来るか？こいつね、あのね、急にね、スッと走ってくるから怖いんだよね。ローターでも体に入っとんか。オッケー。じゃあ、あ、下手くそ下手くそ下手くそ当たれ、やべやべやべ、ちょっとか、なんでそっちに走っていくことするの、ちやっちまったね。オッケー、あーしよしよしよし、無事倒すことができました。無事と呼んでいいのかわかんないけど、やっちまったな。まあ、とりあえずこれで、あの、徐々にね、マックスの体力値も上げていくということでね。いやー、まあまあまあ、使った分はこれで回復させておけばよかったかな。はい、じゃあこれで、違う、とりあえずアシュリーだけ呼んどいて、出れば、こっからが疑問なんだ。こっから無事、抜けることができるかっていうのが疑問なんだ。ちょっと頑張るしかないね。で、これ行こうとすると、またのって言ってね。にまた。じゃあこれをタイミングよく打って、ですけど、どのくらい引きつけたらいいかな、今くらいかな、ちょっと。なんでそういうタイミングで外すのかに。レッドライン思った、めっちゃブレるね。やっぱりストックがある分あれだね、あの、なんだっけ、マシンピストルの方が安定して撃てるっていうのがある。あ、だからストックが撃ってんのかと。買うべきか。いやいや、でもなんかハンドガンでそれをやっちゃうって、なんかすごい負けた気分になるからやだな。オッケー。あ、残念。今あれだね、アシュリーガッツポーズしたね。なんだ、爆弾撃ってもあれなんだね。ガッツポーズしてくれるんだね。オッケー、よし、一発。へえ。撃たせない。オッケー。多分逃げたやつがまた戻ってくるはずだから、ここ左にいるはずだよね。だよね。オッケー。じゃあ、頭で、ほい、で、キック。ち、キック。なんかうまいこと E もできないんだよね、なんかね。なんか罠にはめられてる感はあるけど。よっしゃー。さあ、で、こっからちょっと気合い入れるぞ。気を紛らわすために雑談頑張るぞ。うん。ちょっとね、年末にね、ボーナスが入った関係もあって、ずっとね、その、あのポイントって、あのボーナスってのは、ね、上進ポイントのね、あの、ボーナスポイントが手に入ったんですよ。で、それでポケモンをね、まあ、2万ポイントくらい入ったから、ポケモン買ったんですよ、ダイパーね。なんかまた、なんだっけ、あのバイオレットとスカーレットだっけがなんかやるみたいな、あの販売するみたいなあったけど、まあそれはね、ちょっとあのスカーレットのさ、あの御三家のさ、水タイプ超ダサくないと思ったんだけど、俺だけだろうか。まあまあそんなんはどうでもいいんだけど、じゃあこいつ蹴っとい、蹴っとこい。で、どうしようかな、とりあえず燃やしといて、オッケー。で、こっち逃げます。まあ、それはいいや。うん。そうそう。で、ダイパーずっとやってて、なんか懐かしいよね、ダイパーとかにやっててさ。で、いろいろさ、その、初代ポケモンがなんだかんだやっぱ一番好きというか、シンプルで楽しめるっていうのがあったんだけど、初代ポケモンってなんかあれいろいろ見てたらさ、その、持てる道具の数がさ、20個しかない。しかもさ、あの、全部のその道具がまとまってるから、すごい、その、一瞬で溜まっちゃうっていう、ああいうその制限があったんだよね。あれ知らなかったわ。うん、それが今さ、なんか機能とか回復アイテムとか普通の道具とかさ、あの非売品とかさ、なんかそういうのでいろいろと分けられるじゃん。あれすごい、その仕様変更だよね。あれすごいよ、本当にね。あんなカバンの中にどのくらいアイテムが仕込まれてるんだと思うけど、まあ、ただ今回その、あれびっくりしたのが、あの技マシーンだっけが、あの秘伝マシーンもその使い切りタイプに変わったっていう、あれはなんか面白かったけどな。秘伝で、秘伝じゃないじゃん。まあ秘伝なくてもあれなんだけどね、あの自由にできるからあれなんだけどね。ポケモンを持っていなくてもなんか野生のポケモンの力を借りてうんぬんとかができるからね。
まあそれはいいとして、でこいつはあなんか後ろ来てる、あいてた、危なかった、気づいてよかった。アシュリー、そういうところだけは本当に役に立つ、普段役に立たないのに。よし、よし、よし、あーよし、あれなんか強い、もしかして、はい、待って、アシュリー今後ろ振り向いたよね、いる、来てる、もしかして。でもなんか全然来てない感じがするね、強っ。そろそろ OK、 あー助かった。あよっしゃ、焼夷弾、あ違う、手榴弾か、手榴弾の方がありがたいね。あの爆発の範囲が、あの手榴弾ね、多少ね投げるところ外したとしてもねセーフなんだけどね、焼夷弾に関してはねもう投げるところ外したら終わりだからね。 OK、 じゃあパキンということで、さあここが鬼門だぞ。とりあえず前半戦はクリアした。俺ここで多分ね2回くらい死ぬと思ってたから、あ来てるね。うん、なんとか助かった。ポケモンの話しようと思ったけど余裕がなくて全然ポケモンの話できなかった。とりあえず蹴っとけば、あの盾を盾外せる。バーマメン。へい。だね。そうでさ、もう4月に入ったじゃん。急に話変わるけどさ、4月に入ったじゃないですか。そろそろね、ちょっと真剣にね、あの脂肪を削っていこうかなと思うんですよね。脂肪を削らないと、せっかく腹筋一生懸命今頑張ってんですけど、いつまで経ってもね、シックスパックが見えてこないっていうね、ちょっとやっぱ、あの、なんかね、言われたんだよね、その友達に、あの、鍛えてるのに、なんかその見た目に現れなかったら意味ないじゃんとかってね、鍛えてない友達に言われてムカッとしたんだけど、まあまあ、その鍛えてる友達に言われたらさ、うわ、こいつ悔しいって、悔しいから頑張るみたいな感じになるけど、鍛えてない奴に言われたらさ、あのさ、どうでもいいとかじゃなくて、逆に僕はなんかその、うわ、こんな奴に言われてムカつくって、その、苛立ちの方になるんですよね。あの、悔しいと苛立ちまたちょっと別だからさ、ってなるんですよ。で、ちょっと真剣にね、まあ夜ご飯はいつも通りだけど、やっぱ朝がね、僕ちょっとねまずいんじゃないかなと思ってて、ちょっと食べるものをそのお昼ご飯に合わせて、ちょっとタンパク質をそのなんだろう、水溶性タンパク質、あのプロテインとか EA だけにあのかまけるんじゃなくて、ちゃんと食物でもそういうのを取っていくようにしないといけないかなっていうふうに思い始めたんですよね。それができないとやっぱりね、あの朝栄養が枯渇しすぎてしまっていると筋肉が落ちてっちゃうんで、筋肉が落ちるとその分ね、やっぱあの脂肪がつきやすいというか、あの消費カロリーもね、あの大したことにならないんで、そこをねちょっとなんとか変えていかなきゃいけないかなっていうのはあるんで、そこ頑張らなきゃいけないかな、ほんと。そこなんだよな。だからなんかね、あのいろいろとこう栄養バランス整えるために、こう自分が食事をね作る時っていうのは、まあどっちか、その僕はね、そのいつも言うように休日だけしかその食事を今作ってないんで、本当はね平日も作れたらいいんだけど、平日も作りたいなと思うんですけど、やっぱり帰ってきてとかってなると、あのそっからね8時とか9時とか帰ってくるじゃないですか。そっからご飯作ってて、嫁さんどんだけ待たせんだ、ただし子育てで疲れてるのにさ、あの栄養補給すらもできないような状況だったら、まあじゃあどうだろうな、まあ一応月曜日はその日曜日に多めに作っといて2日間食べれる栄養食っていうので、あの用意はするようには心がけてるんですけど、まあそれでもやっぱ足りなかったりはするんで、だからまあ、あの、ちょっと多めに作るくらいしかできないんですけどね。まあ、とは言いながらも、とりあえずこいつはベリー、なんとか、こんなベリートゥーベリー、ベリートゥーベリーだっけ？超ベリーみたいな感じかな。何の話やねんってね。ほい。オッケー。ちょっと待って待って。あ、やっぱ囲まれてる空間だったらあれなのかな？普通に、あの、銃じゃないや。あ、やべ。やられるかこれ。ちょっと待って。ちょっと離れて、ちょっとアシュリーはキャーってさせておいて、これでとりあえず、めった打ちしといて、うん、これで残殺の系で、はい、OK。じゃあ、残りね、あいつに連れてかれたら終わっちゃうんで、とりあえずこかしといて、はい、アシュリー大丈夫？うん。そう。だからね、どうしてもその嫁さんに関しては、僕はもう嫁さんの作るご飯はね、本当にありがたいというか、もう本当にね、子育てって、マジでね、あの、子育てって、なんだろうな、メンタルに来るんですよ。メンタルから来る体力的な疲れで、仕事に関してはメンタルも来るんですけど、どっちかってやっぱ体力的な疲れの方が大きかったりすると思うんですよね。一日なんかいろんな人と喋ったりとか、なんか準備してとかって、頭使うしんどさだったりするんですよ。メンタルとか、あの、ファンダメンタル的な部分とか。で、子育てに関してはメンタルに来るから、本当に心の底から疲れたってなるんですよ。うん。
ていうのを考えるとやっぱりね、あの料理なんかね構ってらんないマジで。だからもう何でもいいから作ってくれるっていうのはすごいありがたいし、まあ時々に僕がこれ作ってってリクエストしたらそれにも応えてくれるってどんだけできた嫁さんなんだってめちゃくちゃ思うわけですよね。だからね、世のねお父さん方でね、あのなんか疲れて帰ってきたのになんかなんだこんな飯みたいなこと言ってる人とかがさ、なんかモラハラの漫画とか見てたらさ、そういうの出てくるわけですわ。ふざけんなって思うんですよ。だったらお前自分で作ればいいだけの話じゃんと思うんですよ。そんな努力もしようとしてないのになんか嫁さんにだけ突きつけるってバカかっていう話なんですよ。言っとくけどな、子供あの仕事がしんどい10だったとしたら子育てなんか100とか150とか200とか300とかいくかもな、マジで。だから僕なんかさ、子供と普段接してる時間が少ないのに、それでも土日一緒に過ごす時間があった時に子供がキャーって泣いて言うこと聞いてくれないってなったら、あのもう無理ってなるのに、それをあの平日もね、あの24時間ずっと見てくる嫁さんで、ましてやうちはあの残念ながらこう 夜寝る時は僕じゃ寝てくれないんですよ。一時は寝てくれたけど今僕じゃ、ね、寝かしつけたらもうずっとギャーって泣くから、もう結局嫁さんを頼るしかできないんですよ。この間頑張ってみて、頑張ってあの30分言い過ぎか、でもあの15分20分とか頑張ってみたんですけど、でもずっともう泣きやまないから、もうしびれ切らして嫁さんが私やるからいいよって言って変わってくれたりとかね、そんな環境だったんですよ。だからそういう中でもうね、自分の時間なんてもう子供がようやくゆっくり寝たちょっとした時間くらいしかない中でね、1時間とか2時間しかない中で、それでもやっぱりそのしんどい中食事とかを作ってくれてるわけですわね。すっごいありがたい話だよ本当に。っていう中でやっぱり嫁さんが作ってくれるご飯に関して、そこまででそのやっぱり夕食でそのね、脂肪を落とすための食事をするっていうのをコントロールする、これはさすがにまあちょっと厳しいわなっていう話なんで、まあ、それに関してはやっぱり自分でその朝と昼と、まあ、それからそれ以外の時間帯、まあ、あのなんだっけと運動とかも含めて あのところで調節をしていかなきゃいけないかなと思うんで、それにおいてだから何がまずいのかなっていうのはやっぱきちっと見直していかなくちゃいけないんですけど、あのね、なんだかんだで嫁さんと2人で楽しみ、密かに楽しみにしている時間っていうのが、あの一緒にね、あの夜その子供が寝た後に、まあ、ちょっとおしゃべりしたりとかゲームしたりとかしてる中で一緒に、めっちゃ落ちるやん、一緒に食べるあの お菓子だったりするんですよね。これがねよろしくないかなって言ったら、まあその嫁さんもね、え、あなた食べへんのっていう風に言われるとやっぱちょっと食べないの申し訳ないかなって思っちゃうから、あの一緒に食べたりはするんですけど、そこをねちょっとね、ゴールデンウィークくらいまではぐっとこらえて、ちょっと間食っていうのを本当に一切立ってみようかなって思うんですよね。ついついやっぱりあのそんな食べないですよ、そんなポテチ1枚あの1袋ポリ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 食うとかそんなはしないけど、でもやっぱりあの普通にね、カントリーマーム1個食べたりとか、アイス1個食べたりとか、アイス1個ってなかなかのボリュームだからな、あれとあの糖質の塊だからね、あんなもんね、糖質じゃない脂質か、脂質の塊だからね、だからカロリー量がすごいからね普通に、そこら辺をちょっと1ヶ月真剣に我慢して、で脂肪を削ぎ落として、でも筋肉をつけながら体重を極めあのキープしつつっていうのでやっていって、まあちょっとゴールデンウィークに小旅行に行くんで、そこの小旅行先でお風呂入るときに恥ずかしくない体っていうのをちょっと作っておきたいかなと思うんですけどね。だからね、なんかねタンクトップを着たときに見た目にはなんかちょっと胸の谷間とかができてまあまあごつそうに見えるお兄さんみたいな感じがするんですけど、脱いだらね残念ながらやっぱり腹がまだちょっと見た目がぽちゃっとしてるっていうのがあるから、そこをなんとかねやっぱお腹までできて、足はもうあの究極チキンレッグでも構わん、別にボディービルダーになりたいわけじゃないし、でもやっぱり上半身とかで見た目って結構変わるやん、お前それ見えるよ、でも見えてるよねもうね、今日のサムネゲッチュ、見えてるんですよ、そう見えてるんですよじゃなくて、これ来てるか、あ来てるっぽいな、アシュリーを撃たないように撃たないといけないから、オッケー。あ、チカ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 チ。危ない危ない危ない。あ、今日は、お、すごい。あの、籠城戦の時にさ、あの、なんだっけ、普通にさ、あの、あ、遠いな。籠城戦の時はさ、なんかさ、構えた瞬間にさ、ガチャガチャガチャってなってたけど、今回普通にいけてるね。オッケー、よかったね。よし、オッケー。で、まあ、それはいいとして、でね、だから、まあ、ちょっと上半身をあのかなり絞っていかなきゃいけないかなと思うので、まあ、ちょっとね栄養コントロールしつつ、ちょっとね、真剣にそろそろダイエットというか、まあ、体の絞り込みっていうのを測っていきたいなっていうふうに思いますね。
だからなんかまあぜひ俺も頑張るよっていう方がいらっしゃればコメントしてくれると嬉しいし、なんかこういう方法が、あそこういう方いい方法があるよっていうのがあればぜひ教えてほしいかなと思いますね。うん、あれ？ああいたんだ。気づかなかった。炎にちょっと隠れて見えなかったから。しまったね。あいつどこ行こうとしてる？はいはいはい。じゃあやってもらって。で、下から来てるやつらいるかな？上がってくるやつらいる？いなさそうだね。OK。ねえ、やっぱ体、きんに君のさ、動画見てさ、やっぱ真剣にそのアンチエイジングってわけじゃないけど、体の健康ってね、まあ、結局人間って死ぬじゃん。人間って死ぬんだけど、できるだけ長く若く いたいっていうのが、まあ、その願望としてあるんですよね。どうせ同じ80で死ぬんだったら、その78まで健康でいるのか、70歳からしんどい思いをしてずっとなんか10年ただ延命されるのかだったら、どっちがいいって言ったらやっぱ前者の方がいいじゃないですか。78まで健康でいたいじゃん、ね、最後の2年くらいちょっとしんどい思いしてっていうのは仕方ないかもしんないけど、ね、2年間でぽっくりいける方がいいんじゃないかなって思うし、そう考えたらね、やっぱもうね、もっと言うと20代じゃなくて、10代のうちからそういうトレーニングとかをずっと積んでおけばよかったかなと思ったんですけど、まあもうそれはもうね、もう過去振り返ったってね、でもいつも思うんですよね、過去戻れたらいいのになって、今から20年前に戻れたらなんと素晴らしいのになって思うけど、まあまあそれはもうね、絶対叶わない話なんで仕方ないと。ああ、ダメだね。ほんと下手くそだね。どんだけこう足りすごいな。降りた瞬間にもうできてるもんね。そうっていう感じだから、まあまあそれはいいとしてね、仕方ないからね。だからこそ今若くずっといられるように体を鍛えておこうって思うんですけどね。だから最近その嬉しいですよ、嫁さんがね、まあちょっとまあ本人曰く太っちゃったからって言って、ちょっとお散歩頑張るって言ってね、この間も僕と 4,50 分くらいかな、娘はベビーカー乗せてね、プル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 歩きながらね、一緒に50分くらいの長いコースをね、ブラーっと付き合ってくれたりとかしましたけどね。だからそうやってね、やっぱり一人でトレーニングするのも好きなんですけど、誰かとね、やっぱ一緒にね、トレーニングするのもね、やっぱ楽しかったりするし、その誰かと一緒にやるから、より頑張ろうってね。で、ましてや、惚れてる女の人じゃないですか、嫁さんなんてさ。嫁さんの前だったらさ、やっぱ生きりたくなるんですよ。格好つけたくなるから、格好つけて、私しんどいって言って歩いてる中ね、いやいやいや、おお、平気だよ。では頑張って、ついて、来いよ、みたいなね。生きる、みたいなね。生きるって、リブの方じゃないですよ。生きってるの方ですよ。うん、はい。ということでね、ちょうどね、チャプター3の1もね、もう分かるじゃん、罠っていうのがね、終わりましたんで、はい。なんか、たわいのもない会話をね、繰り広げてきてましたけど、はい。ということで、このパートも、ここで終わりたいと思います。ということでね、本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら嬉しいです。チャンネル登録ボタンとグッドボタンもよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。